繰り返した。先に進む一同の前に立ちはだかる次の能力は何か。恐るべき真実、新たな謎。気分はどうだ？そうか、カイトを倒したのか。なかなかやるな。お前が持っていた鍵とカイトが持っていた鍵で奥の部屋へ行く二つのドアは開けた。ああ、それで俺を起こしてくれたのか。三つ目のドアにこんな紙が貼ってあったからな。このドアを柳沢の許可なく開けることは裏飯の死を意味する。そういうことだったら早くその許可とやらをすることだ。命が惜しかったらな。あんまり偉そうな口は控えた方がいいぜ。あんたたちは俺の指示に従うしかねえんだからな。ち、まったく奥へ進む廊下にいくつドアを取り付けやがった。どうやらカイトを倒したらしいが、無事ここまでたどり着けるかどうか。てめえ、いつまで俺にこんな格好させとくつもりだ。じゃあちょっと動いてみますか。さすが裏道さん。なんだこりゃ。このドアの次は7つの階段かよ。裏飯は2階にいる。だがそこへ行くには一人一人別の階段を使ってもらう。何？今度は何を企んでいる？さあな。しかし裏飯を助けたければ俺の指示に従ってもらうぜ。てめえ。山田君。この屋敷にいる以上、彼らのルールには逆らわない方がいい。そうだ、いいもんがあるよ。確か あった。困った時の霊界七つ道具その5、目印シール落とし用特売セット。目印シール？おやおや、それは何ですか？はい、これは逮捕した極悪犯に貼り付ける入れ墨板ってやつを改良したシールで、一度貼ったら貼った人にしか絶対剥がせません。え、本当だ、剥がれないよ。貼った私ならほら、あ、剥がれた。不思議だ。ただし貼った人が死んだ場合は自然に剥がれちゃう。さらにシールを貼った人の体調もシールの色の変化で分かるようになってるんです。青なら健康、黄色なら小さな怪我、赤なら大怪我って具合にね。なかなかの優れもんでしょ。なるほど。このシールに自分の名前を書いて互いに貼っておけば、2階に上がる途中で誰かに万が一のことがあってもすぐに分かる。ご自由にどうぞ。うん、今はみんな青、まあ普通の状態だね。じゃああとは冷えだけだね。俺はいらん。何言ってんだい、みんなつけなきゃダメだろ。いらんと言ってるだろう。またさっき魂を取られた時みたいなことになったらどうするんですか？どうすんのさ。ち、俺はこの階段を行くぜ。じゃあ私はここ。俺はここだ。みんな十分気をつけて。おうよ。そんなシールじゃ俺の能力は見破れねえよ。キド、4人がそっちへ向かった。予定通りな。ああ、了解。やはりカイトがやられたか。4人の中にかなり頭の切れるやつがいるようだな。ウラメシさん、
もうすぐ4人があんたを助けにここへ来ますよ。4人が来たらてめえ一体どうするつもりだ。てめえの能力じゃ4人の動きをいっぺんに封じることはできねえぜ。相手の影を踏むことでそいつの動きを封じるだけの能力じゃな。4人のうちの誰かがこのライトをぶっ壊したらでてめえは終わりだ。俺だってな、最初からてめえの能力に気づいてりゃみつみつてめえらなんかには捕まれなかったんだよ。そうだと思いますよ。俺の能力は確かに弱い。しかしね、現にあんたはこうして俺に捕まっている。クソ長え階段だぜ。もう、こいつの間にか降りてる。なんじゃこの屋敷は。ふにゃー、気持ち悪いよ。その場で俺があんたの口と鼻をそっと塞ぐだけであんたを殺すこともできる。おお、やったね。無様に捕まってるよりそっちの方がせいせいする。まあ、そう慌てずに4人が来るまで待ちましょう。来た。おめえら、おおらめし、何黙って突っ立ってんだよ。捕まってるんじゃなかったのかよ。下手に近づくな。こいつの能力はシャドウ、相手の影を踏んで動きを封じることができるんだ。そういうこと。でも次の相手は俺じゃない。あんたたち4人の中にいる。どういうことだてめえ。さあ次のゲームの始まりだ。裏目さん、あの4人の中に1人だけ偽物がいます。何10分以内にその偽物を見つけてください。これがルール。簡単でしょ。あんたら4人は浦飯さんの質問に答えるだけ。その他の言動は認めない。偽物だ。ふざけてんじゃねえぞてめえ。そうだよ、そんなにうまく、しかもこんな短時間で変装なんかできるもんかい。勝手な言動は認めないと言ったでしょ。人質がどうなってもいいんすか。ふん、俺なら貴様がユウスケに何かをする前貴様を殺せるぞ。分かってないね。4人の中に偽物が1人いるってことは本物が1人捕まってるってことですよ。つまり人質は浦飯さんの他にもう一人いるってこと。俺に何かあれば仲間がそいつを殺す。全て計算づくというわけか。10分以内に偽物を見つけられなかったらその本物を殺すのか。あと9分。やるんすか、やらないんすか。やるよ。本当に偽物なんているのかよ。浦和だ、おめえの生年月日と血液型は。てめえ、まず俺を疑うのか。うっせえな。いいから答えろ。言ってもいいけどよ。てめえ、俺の生年月日と血液型より知ってんのかよ。あ、知らねえや。ダメだこりゃ。浦和、おめえの母ちゃんの名前は。南野しおり。
40歳。この秋再婚予定。ほんとか！あ、そりゃめでてえな！式には呼んでくれよな！あと7分。ほんじゃ、ボタン！おめえの3サイズを上から順に言え。はぁ？聞いてどうすんのさ！だいたいあんたにそんなことを教えてないんじゃんか！いや、言った言った！俺、あん時、あん時。いや、言ってない！バカだれ！スケベ！ち、引っかからなかったか。ふん。バカバカしくてやってられん。ひえ！おめえの妹の名前は？さあ、答えてみやがれ。言う必要はない。お前もよく知っているやつだ。あ、そうだよな。ひえの性格ならきっとそう言うぜ。お？なんだよ、こいつに妹がいるのかよ。でもこいつの妹じゃよ、きっと目つきと性格の悪い女なんだろうな。殺すぞ。いや、クワちゃんだけ知らなかったんだ。だけ？なんだよ、みんな知ってんのか。まあね。だったら俺にも教えろ。しかし、いちいち俺を見るな。話せば長くなるんです。気持ち悪いな。誰なんだよ。あと5分。とにかく後で教えるから。絶対だぞ。うらしい。え、勝手ちまえよ。わかんねえよ、こっぱれが。おめえら、服に貼ってるそのシールはなんだ。霊界七つ道具の目印シール。あんたが霊界探偵になった時に全部説明したじゃないか。あ、そうや、そうだったか。あ、悪い悪い。ったく、あんたが偽物なんじゃないのかい。確かそのシール貼ったやつにしか剥がせねえってもんだよな。そうだよ。人にも妖怪にも鬼門っていうものがあってね。ああ、それだ。そうか、このシールは偽物には剥がせない。みんな、いいな。おお。みんな剥がせた。な、何？どういうことだ。そんな、偽物には剥がせないはずなのに。初めから偽物なんかいなかった。そいつのハッタリだ。いるね。それは断言できる。柳沢の能力はコピー。声紋指紋はもちろん、その鬼門とやら、さらに記憶や性格さえそっくりそのままコピーできる。4人の中の1人は確実に柳沢が化けている。誰が偽物かわからないってことは、本物は別に必要ないってことですね。タイムリミットが。浦飯さん、これからあんたの影を解放する。体が自由になったら、あんたが偽物だと思うやつを思い切り殴ってもらう。なんだと。柳沢の能力を見破る方法はただ一つ、あんたのような強力な霊力で衝撃を与えることだ。チャンスは一度しかやらない。よーく考えて殴るんですね。てめえら、一体何が目的だ。ある人に頼まれてやっている。俺たちも楽しんでやってますがね。しつこいようですが、妙な真似をしたら人質は死ぬ。あっ、あと30秒。早くしないと本物を殺せと指示するぜ。あと15秒。14。よし。殴るやつは決まったぜ。悪く思うなよ。うわぁ！それは、お前だ！よくわかりましたね。なぜ桑原さんと思ったんですか。こいつが一番殴りやすかった。殴り慣れてるから。
そんだけだ。多分クラマとヒエは俺と違っててめえらに捕まるほど間抜けじゃねえからな。ヒエ、耳が痛いんじゃないですか。となれば残るはボタンとクワバラ。もしてめえらが一番弱いボタンを捉えて利用するほどのゲスなら仕方ねえ。たとえここでしくじっても出直して必ずぶっ潰す。そう思ってクワバラにした。ユウスケ、素晴らしい、感動しました。ふざけんじゃねえ。さあクワバラを返せ。次はハッタの番だよ。いや、俺には出番はありません。クワバラさんを返してそれで終わりです。その前に黒幕に登場してもらいましょう。ゲッ、ばあさん、一体どういうことだ。答えろクソババア。すんません。あ、本当にすんませんでした。お前が謝る必要はない。ほとんど私が仕組んだようなもんだからね。まったく師範も人が悪い。うすうす感づいてはいましたが。だあ、さっぱりわかんねえ。グラマ頼む、俺にわかるように説明してくれよ。少々悪趣味な自己紹介。そんなところでしょ。まあな、だが別に趣味でやったわけじゃないよ。パワーだけじゃない、こいつらのテリトリーの能力を肌で感じてほしくてな。クラマ、いつから気づいてたのさ。このアトリエに入ってからですよ。彼らはその気になって、もっとずるくやればいくらでも俺たちを倒すことができた。あ、確かに。それをしなかったのは何らかの意図があるはずだけど、俺たちのことをよく知っていて、こんな回りくどいことをする人物は他に思い当たらなかった。理由がまだわからんな。なぜそうまでしてそいつらの能力を俺たちに分からせる必要がある。お前たち4人は強い。だがやり方次第でお前たちを殺すこともできる奴のいることをまず知ってもらいたかった。ヒエ、お前は怪盗のテリトリーで魂を取られた。不用意にしろな。ああ、なんだヒエ、おめえもとっ捕まったのか。あ、もうしょうがねえな。ユウスケ、お前も同じだ。うっ、敵の能力が分かってりゃそんなヘマしねえや。本当の敵がわざわざ自分から能力を明かすと思うか。うっ、敵に捕まることはすなわち己の死を意味するんだ。けど敵っつってもよ、そいつら結局違うんだろ。じゃあ一体誰なんだよ。キド、話してやりな。あ、はい。俺たちこの変な力のことで玄海さんのところへ相談に行ったんです。フラメシさんのすごい霊力のことはその時知りました。実は俺たちこんな能力を持ってしまったのはごく最近、それも突然なんです。突然？魔界の穴の影響さ。界の穴？人間界と魔界をつなげる境界トンネルのことだよ。まさか。そう、あの暗黒武術界のオーナー左京がやろうとしたのと同じことだ。なんだと。ばあさんから話は聞いたぞ。魔界との扉を開こうとしている奴がいる。とてつもなくヤバくてでかい暗黒の扉だ。表情と格好が合ってねえよ、てめえ。うっせえな、俺は分かってんだよ。ほら、靴返せ、てめえ。でも、左京は死んだはずだよ。一体誰に。確かに左京は死んだ。おそらく左京の意志を継ぐ奴らがいるっていうことだね。左京の意志を継ぐの。ユウスケたちの前に訪れた新たな危機。左京の意志を継ぐ者とは